今日の田園都市線は今遅れが出ております。三軒茶屋駅で人がこの線路に立ち入ったということで遅れが出ておりまして、時間の表示は出ておりませんが、ただしこう流れとしては動いているということで、この電車は実際には進行しているというのが必要です。今ちょうど下りの電車が入ってきました。こちらからはやや見にくいですが、ちょうど今電車のこの屋根の部分が見えるところです。後ろ2両くらいの部分を今撮影しております。この後動き出しますとご覧になりやすい状態になるだろうと思います。ここは田園都市線の福島駅ですので、この福島線の場合、福島駅の場合は普通電車のみですので、ここに今停車してましたのは普通電車です。今下り線通過いたしました。上り線はほぼもう定時に近いというふうに聞いたところです。実際の下り線もこの遅れが出ておりますが、このサイクルとしては同じ感覚でもう動き出しておりますので、実情この今の時間帯でこの電車を利用される皆さん方には実情の不便は起きてないということですが、この正確にタイムを書き出すとかえって混乱が起きるということで、今下り線に関してはこの電光表示板に時間の表示がないところです。順次この追いついていくということです。今上り電車の上りの普通電車が来たところです。ちょうど先頭車両から2両分が見えます。この明かりでご覧いただけると思います。前の方の明るい部分はヘッドライトがちょうど線路に生えているところです。この上り線が出ますところで終わりにさせていただきたいと思います。本日は田園都市線福島駅からご案内しました。今日は三軒茶屋駅でトラブル、人の線路の立ち入りがあって遅れたということで、だんだんと回復基調にはあるということです。今ただいま上り電車が出てきました。上り電車はほとんど同じ定時に近い状態で運行しているということです。終わります。